どうも、あゆたろうチャンネルのあゆたろうと、レンゲンと、大学生です。あ、大学生だったね。大学生です。ご卒業おめでとうございます。ありがとうございますあの、いつも出てくれてる高校生、卒業しました。ありがとうございます。コメントでおめでとう、コメントをお待ちしておりますということで、今日はですね、テニス系 YouTuber さんが誰しも一回はやる、あのブーメランスネークってあるじゃないですか。あれをね、カイド君のね、あれをより精度の高い、このあゆたろうチャンネルってやっぱこうふざけつつも本格的なプレーの質が高いっていうのが売りなんで、そうだからブーメランスネークを、まあ、このソフトテニスならではの回転っていうものを使ってできるんじゃないかっていうことをね、検証していきたいと思います。ソフトテニスのボールって柔らかいんですよ。だからいろんな回転をねかけれるんで、それを利用してブーメランスネークを打っちゃいたいと思います。待って、くしゃみ花粉の猛威を受けてということでいきましょう。レッツゴー、あゆたろうチャンネル。わあ、どうだ。ああ、
あゆたろうチャンネル。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。曲がってたのかな。結構曲がってたね。曲がってた。曲がって。見えこっからちょっと微妙だったね。客倒れですね。まあまあまあ、でもまあ。でもできた。できたってことで。高評価お願いします。あゆたろうチャンネル。それがこのゆりさがね、あゆたろうチャンネルの売りですからね。ってことで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって思う方もグッドボタンお願いします。ってことで次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。